ゆっくりドラム講座、5連符を使ったリズム。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から正規末全体5連ジャイまで完成しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。今日は5連符を使ったリズムを伝授します。むちゃくちゃ基本的なのって言われるとこれですね。譜面です。手順は RL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 、右左交互で、右手がハイハット、左手がスネア、2拍目と4拍目にアクセント。こうするとリズム叩いてる感じしますね。叩きます。これを基本としましょう。ここからアレンジを加えるならどうすればいいか。簡単です。ダブルストロークを使いましょう。譜面です。手順は RLRLRLLLLL、パラディドル RLRR と L、インバーテッドパラディドルと RLLR と L、今回もまた2拍目と4拍目にアクセントをつけましょう。ドラムはアクセントがとても重要です。叩きます。ご覧のように、6連符っぽいですが実は5連符。普通、5連符を使うって発想はないので一体何やってるんだって周りの人に思ってもらえます。5連符なのでちゃんと頭の中で1、2、3、4、5ってカウントするのも重要ですね。ここからさらにアレンジしたいならどうすればいいか。簡単です。スネアの位置をずらしましょう。譜面です。今度は右手がライドベルになりました。はじめはさっきの RLLRL。2拍目は RKLRL。こうやることでアクセントがついたスネアが奥にずれます。そうそう、普通ならリズム叩くときは手と足同時が多いですが、ここでは RKLRL、いわゆるリニアパターンですね。リニアパターンを知らない人は上の動画で覚えましょう。リニアパターン苦手なら RRLRL ってやってもいいですね。変えようと思えばいくらでもできます。叩きます。簡単でしょう。5連符。まだまだ開発されていない、よくわかってない音符なので今のうちにいろいろやっておくと楽しいことになるかもしれません。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなのでフォローとボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラムコードは他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画を更新しているチャンネル登録をするために今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資は私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょう。